マック、爆食い期間になるとね、必ず食べたくなるんですよね、マック。ってことでマクドナルドで爆買いしてきました。もう紙袋がマックの香りで幸せ。うわぁ、ポテト久しぶり、はぁ、幸せ。この紙袋に余ったポテトも、わぁ、もう幸せの味。マックのポテトってほんと美味しいんだよな。ちょっと冷めてしなしなになった感じも好き。でもちょっとまだあったかい。カリカリ感が残ってるのもいい。止まらん。業務スーパーのポテト、あれね、大容量で入ってるのが冷凍で売ってるんですけど、あれね、すごいマックのポテトに似てたな。前、業務スーパー動画でも紹介してるんですけど、マックの揚げたてのポテトって感じ。業務スーパーのポテト。ポテト好きな方はぜひ。止まらん。飲み物はね、コカ・コーラゼロにしました。コカ・コーラゼロにした理由もちゃんとあるんですよ。それが半分ぐらい飲んだらできるので、ちょっととりあえず半分はこのまま楽しみます。ポテトとコーラって最高。このカリカリ部分好き。ナゲッツ、まあマックの中で一番太らないメニューですね。今期間限定で出てるソースがすごい美味しそうだったので選んでみたんですけど、焦がしニンニク醤油ソース、もう名前だけで美味しそうだよね。うわ、ちゃんとなんか粒になってるニンニクが。じゃあ早速ニンニクソースでいただこうかな。なんかすりおろしっぽいニンニクが入ってるんかな。甘い。甘めのソースなんだこれ。ニンニク味がちゃんとあるけど、ちょっと甘めのソース。これお肉にすごい合うソースだ。シャリピアンソースみたいな感じの雰囲気はあるよ。バーベキュー安定。この焦がしニンニク醤油ソース、ちょっとバーベキューソースにベースは似てるのかもしれない。おいしい。幸せだなや。あ、大事なことを忘れてた。すみません。いただきます。ちょっとビール開けちゃうか。ああ、やっぱマックにはビールかな。いや、マックって割と何のお酒にでも合うんだよな。炭酸系なら何でも合うよね。ハイボール、レモンサワー。ね。マックを持ち帰りにすると、家でゆっくりお酒を飲みながらマックを楽しめるっていうのがいいんですよね。だから私はね、マックを持ち帰りにすることが多いですね。店舗で食べるっていうより。高校生の頃ね、私実はマクドナルドでバイトをしてたので、毎月ね、新作を食べてたんですけど、マックって毎回ね、期間限定のものが本当に美味しいんだよね。で、今回も美味しそうなね、期間限定のメニューがあったので、3種類ぐらい出てたから、あー、それと迷ったんですけど、私がね、マックでね、一番美味しいんじゃないかっていうものをね、今日は選んでみました。炙り醤油風ベーコントマト肉厚ビーフ。これチーズのやつも美味しいんですけど、今日はね、ベーコントマト入ってるやつ食べたかったからこっちにしました。まあ、こっちにもね、チーズはちゃんと入ってるんですよね。これこれ、うわー、これこれこれうわー、すごい。トマトとベーコンとお肉とチーズが入ってますね。
でね、この中に入ってるソースがめちゃ美味しいんだよね。うわー、とても久しぶりで嬉しい。笑顔、美味しい。この玉ねぎが入ってるのもいいな。焦がし醤油ソースが最高に美味しい。ぎっしりね、分厚いお肉が入ってるんですよね。もう半分食べちゃった。マックでね、よく食べる、好きなのは、照り焼きマックバーガーだったりするんだけど、マックで一番美味しいなと思うのは、このサムライマックシリーズな気がする、私。異論は認めます。皆さんがマックの中で一番美味しいと思うバーガーって何ですか？このサムライマックのクオリティ、ほんとすごいと思う。入ってる具が全部美味しいんだよね。バランスが天才的。でね、コーラを半分ぐらい飲みましたら、ビールを入れます。バドバーっと。イエーイ！はい。即席カクテル。なんていう名前だっけ、このカクテル。ドゥアーズじゃなくて、ジャニーズじゃなくて、なんだっけ？なんだっけ？忘れちゃった。わあ。これさっぱりして美味しいんだよね。このコカ・コーラゼロにすることでさっぱりして飲みやすくなって、ビールとの相性も抜群なわけですよ。美味しい。この焦がしニンニク醤油ソース、お気に入りになりそう。これはね、定期的に食べたくなる味だ。マックのホットアップルパイ。これはもう本当に小さい頃から大好き。期間限定で出てる三角チョコパイとかも美味しいんだけど、結局このアップルパイが王道に美味しいんだよな。いただきます。中のリンゴが本当にトロトロで、またこのシナモンの香りがね、いいのよね。これ100円とかだったよな。すごい安いのにリンゴがゴロゴロ入ってて、好き。で、ポテトを時々挟む。この甘じょっぱいの組み合わせは本当に正義。ラスト。本当にこのアップルパイすぐ食べ終わっちゃう。でもこのサイズ感がちょうどいい。もう食欲がバグっています。次はね、ブルダックのアレンジしてみたいと思います。まずね、お皿に好きなだけのモッツァレラチーズと卵を入れます。これでまあ軽くちょっと混ぜときます。
チーズは別に温めなくても大丈夫です。どうせ麺入れてトロトロになるんで。沸騰したお湯にウインナーと麺、これで5分煮込みます。わあ、ブルダックすごい久しぶり。5分経ったらね、麺を移します。もう麺がね、熱々なんでチーズがとろけます、勝手に。もうザルで切ったりしなくて大丈夫。もうちょいお湯が入ってもトロトロになるんで、それはそれでいいかなと。こなブルダックってすごい辛いイメージはあるんですけど、このクリーム系はね、そこまで辛くなさそう。ここに卵黄を乗せて出来上がり。お好みで、まあ、ブラックペッパーをかけてもよし、追いチーズをしてもよし。うん、トロトロにできました。ブルダックのカルボアレンジ、今回はジャックダニエルメガジョッキでいきます。いただきます。デロン、うわー、すごい重みがある。チーズがとろけて、うんうん、あー、これ美味しい。うん、あー、意外と辛いんだ。うん、ちょっと辛いんだ。でもこの辛さがいいね。あ、うま辛。ピリ辛のカルボナーラになるんですよ。ちょうどいい塩梅のウィナー。やっぱゆでウィンナーってえらいジューシーになるよね。ハイボールが進む。あー、モッツァレラチーズのコクが最高。やっぱクリーミーブルダック美味しい。辛すぎなくていい。チーズでまろやかになるし、これは夜食に食べたくなるやつだな。うん、はあ、すんごい濃厚なの。クリーム自体も濃厚なんだけど、このチーズ、モッツァレラチーズでさらに濃厚になる。うん、おいしい。
はあ、メガジョッキがもうあっという間に終わっちゃう。すごいハイボールが進むこれ。やっほー。夜ご飯作りたいと思います。の前に、はあ、飲みながら作るっていうのがコピチャンネルの定番なので、まずはね、餃子を焼きたいと思います。この特選生餃子ってやつね、ふるさと納税で、群馬からね、届いたやつなんですけど、私ね、出身が群馬県なので、群馬のものをたくさん頼ませていただいたんですけども、ちょっとね、半分ずつぐらい、もう食べちゃってるんですが、全部ね、焼いていきたいと思います。このね、金星の餃子、ちっちゃい頃からね、よく食べてて、本当に大好き。美味しいんだよね。これもうね、冷凍餃子なんでね、楽だよね。焼くだけ。並べて焼くだけ。並べきんないかな。あ、でっかい方がいいか、フライパン。うわぁ、こういうのショック。洗い物が増えた。しそ餃子と、これ辛口って書いてあるんだけど、結構ニンニク味が強めの、ちょいピリ辛の餃子ですね。結構な量ありそうだな、これ。札幌一番味噌ラーメン。みんな大好き札幌一番ですよ。もうパッケージだけで飲める。2袋入れちゃいます。先にウインナー。ゆでウインナー好きだな。よっ。お、なかなかいい感じじゃない？ニラ入りもやし。どん。すごい見た目になっちゃった。やっぱ味噌ラーメンといえばコーンですね。よいしょ。どさどさと。早くサムネを取らないと麺が伸びてしまう。ひゃー、急げ急げ。ビール飲んでる場合じゃなかった。ネギどさ、うわ、ネギ多かったかな。まあ、いっか。ちょっと待って、餃子焼くのうますぎた。今までで一番スムーズに上手にできたかも。このようにね、金星の冷凍餃子は誰でも簡単に美味しく作ることができます。皆さんもぜひ。よっ。よっ。オッケー。いい感じ。できましたー。札幌一番味噌ラーメン。餃子ー。あと前々回の動画で登場したペッパーランチ。残りをね、冷凍しておいたんで温めました。これには鳥火ですな。とりあえずビールいただきます。みんなおつこぴー。あー、ビールが進みそうだな今日は。じゃあまずは餃子から。もうね、カリッカリです。これはしそ餃子かな。最高に美味しい。ニンニク餃子だったこれ。あー、ちょっとピリ辛で美味しいんだよね。しそはこっちだな。うん、断然食べやすくなって美味しい。やっぱしそって食べやすいな。ペパラン。やっぱ金星の餃子美味しい。鍋一番。熱い。卵に絡めて。
うん、野菜をたっぷり入れても食べれちゃう。札幌一番の塩も大好きなんですけどね、塩が全部売り切れてた。札幌一番の塩ラーメンにチーズ入れてカルボナーラ風とか言って食べるの好きだったな。お母さんによくやってもらってた。あー、ただただ熱々。うん、最高。うん、暑そう。ふぅ、ウィンナーが出てきた。ちょっと一旦冷却。あー、このゆでウィンナーも美味しいんだよね。あ、ここラーメン久しぶりかも。そういえば先日魚堂さんの MV に出演させていただきました。概要欄にね URL 貼らせていただくのでぜひ見てみてください。私はね役者として出させていただいてます。すごい楽しい撮影だった。あれね朝5時から撮影してます。早朝撮影もね結構楽しかったよ。いや今年もね役者としてのお仕事もたくさんあったら嬉しいなと思ってる。うん、去年までは舞台に出させていただくことが多かったんですけど、映像の方にも興味があるので映像系のねお仕事何かあったら嬉しいなと思ってます。ぜひ何かあればよろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱ餃子ってパクパク食べれちゃうんだよな。マイブーム餃子かもしれん。全然飽きずに食べれる。ずっと鍋のラーメンを熱々のまま食べるのがまたいいですわ。これ一人暮らしじゃないとできないのかもな。あ、独身だからこそ楽しめる食べ方なのかもしれん。うん、はあはあ、いつ結婚できるんだろう。そんな話を地元の友達ともよくしますけども、結婚願望はあるけどいつか、いつでもいいからいつかでいいやって思ってる。全然焦ってもない。いつかなんかあったらいいなって感じ。とりあえず今は仕事頑張りたいしな。でも毎日食べるとしたら何味が一番飽きないだろう。やっぱ塩かな、一番シンプルな。でも今日ね味噌食べたらね味噌ラーメン結構ハマりそう。やっぱ安定に美味しいな札幌一番。それでは前回の動画にいただいたコメントに返信コーナーです。 Y さん、コプちゃんいつも見てます。 MBTI 教えてください。いつも見ていただいてありがとうございます。私の MBTI はねINFJ でした。これ最も稀な性格タイプだそうなんですけど、
意志が強くて自分が正しいと思うことをしないと気が済まない性分と出てきました。他にもね、結構当たってるなと思う特徴がたくさんありました。私と同じタイプの方いますか？それでは最後に恒例のコーナーです。本日の一曲どうぞ。